台湾の皆さん、ダージャハオ、モンキーディルフィー役の田中真由美です。ワンピースフィルムレッド、ぜひ見てほしいんですけど、今回いわゆるルフィの敵として出てくる、いつもだったら出てくる、ラスボスみたいな悪い人っていうのが出てこないんですね。そこも今回の作品の魅力で、ウタという少女が出てくるんですけど、この人の魅力というか悲しみ、とかっていうのがちょっとここ心を動かされるんですね。そして大好きなシャンクスも出てきます。ルフィは相変わらずです。相変わらずの相変わらずのいい男です。とにかくもう魅力たくさんなので、ぜひぜひ劇場で見てください。待ってるぜみんな。やっと会えたね。お前ウタだろ。ルフィ、シャンクスとウタにやっぱ何かあったのか。あいつは私を捨てたんだよ。お前を助けるためだ。航海王剧场版《红发歌姬》现正热映中。